セレン。セレンは原子番号34の元素。元素記号は SE、カルコゲン元素の一つ。セレニウム、セレニウムとも呼ばれる。人の必須栄要素。いくつかの同素体が存在するが、常温で安定なのは、六方小形で、作上構造を持つ灰色セレン、金属セレンである。灰色セレンの融点は217.4、異なる。 実験値ありで、比重は4.8である。他の同素体として、赤色で、単写小系の α、β、γ セレン、ガラス状の無定型セレンなどがある。マイナス2、0、プラス2、プラス4、プラス6かの酸化状態を取り得る。水に不要だが、二硫化炭素、CS には溶ける。また、熱の粒酸と反応する。 燃やすと不回収のある機体に酸化セレンが発生する。異様に性質が似ている。セレンは自然界に広く存在し、微量レベルであれば人体にとって必須元素であり、抗酸化作用、抗酸化酵素の合成に必要があるが、必要レベルの倍程度以上で毒性があり摂取しすぎると危険でり、水質を抱く土壌汚染にかかる環境基準指定項目となっている。 これは、セレンの性質が、異様に極めてよく似るため、高濃度のセレン中では、含硫化合物中の異様原子が無作為に、セレンに置換され、その機能を阻害されるためである。国山、クーシャン病、ケシャンディジーズ、中国のフード病やカシンベック病、カシン、ベックディジーズの原因として、セレン欠乏が考えられている。セレンを主成分とする鉱物は、 銅あるいは銀との化合物のセレン銀行やセレン銅銀行が知られるが産出量の少ない鉱物であるため鉱石として利用はされない。硫黄化合物として産出することが多いため、工業的には硫酸製造の際の沈殿物や同性連時の副産物を精錬し得る。主な産出国は日本28%、カナダ26%、 アメリカ18%などとなっている。産出量は2.150トン、予想埋蔵量は7010トンである。金属セレンは半導体性、光電動性がある。これを利用してコピー機の観光ドラムに用いられる。またセレンは清流機、セレン清流機に使われたり、高気電効果によりカメラの露出系やガラスの着色剤、脱色剤に使われる。 属性があるため、現在は、使用が制限され多くの用途において、代替物質が使用されている。1817年、スウェーデンの科学者イエス・ベルセリウス、JNS やコップ・バーゼリアスによって発見された。セレンは、ギリシャ神話の月の女神、セレネから命名されている。これは、周期表情で一つ下に位置するテルル、ラテン語で地球を意味するテラスから、 命名より後に発見され、性質がよく似ていたためである。あるいは、地球の上に位置するためとも言われる。セレンのように、周期表上で並ぶ元素が、天体の配置になぞらえて命名された例は、ウランネプツニウムプルトニウムにも見られる。八百七十三年にウィルビー・スミス、ウィロビー・スミスらが、セレンにおいて、行動電現象を確認し、八百七十六年に、 アダムス、アダムズと、デー、デーラがセレンと金属との接合面における光、起電力効果を確認し、1880年に、アレクサンダー・グラハム・ベルは、セレンの観光特性を光線電話に使用した。1883年、フリット、C、E ・フリッツがセレンに薄い金の膜を接合した、セレン、三を起電力セル、フォートボールックセルを作成した。 このセルは現在でいうショットキー接合を使ったもので変換効率はわずか1%程度であった現在の太陽電池は PN 接合を用いるこの発明は1960年代まで光センサーとしてカメラの露出系統に広く応用されたセレンのオキソ酸は寛容名を持つ次にそれらを挙げるオキソ酸使用名称のにはカチオン種の名称が入る セレンに有機元が結合した化合物としてセレノール、レイ、セレニドー、サーなど多くの種類の化合物が知られる。セレンはセレノシステインとしてタンパク質に組み込まれ、主にセレノプロテインとして働く。セレンはビタミン E やビタミン C と協調して活性酸素やラジカルから生態を防御すると考えられている。 セレノプロテインには抗酸化に関与する、クルタチオンペルオキシダーゼ、チオレドキシン還元酵素、甲状腺ホルモンを活性化する、テトラヨードチロニンマイナス5脱溶素化酵素、セレンを抹消組織に輸送する、セレノプロテイン P などがある。セレンは、欠乏量と中毒量の間の適正量の幅が、非常に狭い。セレン過剰症として、悪心、吐き気、下痢、 食欲不振、頭痛、免疫抑制、抗皮重、リポタンパク、HDL 減少などの症状がある。一方、欠乏症は、貧血、高血圧、精子減少、癌特に前立腺癌、関節炎、早老、筋萎縮、多発性硬化症などが知られている。ただし、人において、セレン単独の欠乏では、これらの症状が認知されていない。 動物実験レベルでは、セレン単独の欠乏症状が認められている。セレンは、肉や植物など日常で摂取する食材に含まれており、欠乏症は、さほど多くはないが、食品、特に植物性のものに含まれるセレンガン量は、生育する土壌中のセレンガン量に左右される。そのため、セレンガン量の乏しい土地の住人に、セレン欠乏が見られる。そのような土地として、 中国国立交渉の国山県があり、鬱血精神不全を特徴とする国山病が知られている。患者にセレンを補給することにより改善するため、セレンが深く関与すると考えられている。また、中国河南省の林県もセレン含量の低い土壌で、この土地では胃がんの発生頻度が高いことが知られているが、こちらにはニトロソ化合物が影響しているという説もある。また、 血液中のセレン濃度と前立腺がんの相関性が指摘されており、血液中、セレン濃度の低下は前立腺がんのリスクファクターと言われる。セレンの補充は前立腺がんのリスクを軽減するとの報告もある。ただし、取りすぎは前立腺がんのリスクを軽減しないどころか、皮膚がんのリスクを高めると言われる。前述のように、人ではセレン単独の欠乏症状が見られない。 したがって、セレン欠乏は、欠乏症の二次的な要因となると考えられている。すなわち、ビタミン E などと強調して、働くため、両栄要素の欠乏症状の相乗作用により、現れると考えられる。また、国産病では、セレン欠乏が、国策期ウイルスの変異を促し、病原性の獲得及び増大をもたらすと、考えられている。人体には、 体重 1kg あたり 100.17mg 程度含まれると言われ、1975年に人での必須性が認められた。セレンの食事摂取基準は2005年版の日本人の食事摂取基準によると、推定平均必要量が25、20g、推奨量が30、25g、上限量が450、350g である数値は、 成人男性、括弧内は成人女性。ただし、30から49歳の男性の推定平均必要量が3 0ム、推奨量が 35G となっている。日本人の平均的なセリンの摂取量は 100G、日とされ、中毒を起こす摂取量は8 0 0ム以上とされている。東京都は日本人の摂取量は推奨量をすでに超えているため、 通常はサプリメントとして摂取する必要はないと考えられる。さらに、1日元摂取量が上限量に近い栄養補助食品が存在し、上限量を超える可能性がある。このようなものは栄養補助食品として販売されることが問題であるとしている。日本では法規制のため、軽長栄養剤、塩ュアなど、や病気用の大体乳、 アレルゲン除去ミルクなどにセレンなどを添加できず、欠乏症に注意が必要となる。過剰摂取は健康に影響を及ぼし、次の症状を引き起こすことがある。皮膚炎や脱毛、爪の変形、爪の脱落、顔面蒼白、末梢神経障害、絶対、うつ状態、胃腸障害、呼気のニ,ンニク臭、運動失調、呼吸困難、神経症状、下痢、胃腸障害。 疲労感、焦燥感、心筋梗塞、腎不全など、実際に過剰な含有量のダイエット食品を接触し、健康被害を生じた例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。